抱いて抱いて抱いて、駆動静香キスハグの熱烈求愛シーン公開に、そう思想愛ですね、の声。歌手の駆動静香、53が23日までにインスタグラムを更新。愛犬のエトちゃんと戯れる動画を公開した。この日、駆動は、エトちゃんもう8歳になるなんてちょっと野生的なエトちゃんの匂いとキャラのギャップに燃える、と綴り。 オーストラリアンラブラドゥードル犬のエトちゃんことエトワールにキスをしたりマフラーをかけたりする様子を披露。エトちゃんにガブリと食べるふりをして、エトちゃん美味しいとふざける一方、エトちゃんお好衆意。カレー衆と言ったり、抱いて抱いて抱いてと言ったり、何でもありな駆動。キスやハグが止まらず愛に溢れた様子だ。 そんな駆動に、ファンからは、ラブラブ動画、相思相愛ですね。出来合いぶりが伝わってきます。えとくん、マフラー似合ってる。こちらまで癒されます。野生町な匂いまでも、愛犬なら、愛おしいですよね。臭い匂いは、好き好きと同じ。もこもこで可愛い、もふもふしたい、ほっこりします。幸せが伝わってきます。カレー臭も愛しくなるものですよね。元気で長生きしてね。 かわいいすぎ、などの声が寄せられた。えとちゃんをはじめ、今までも多くの愛犬と暮らしてきた駆動。もちろん、夫の木村拓也51も大のワンちゃん好きで、彼のインスタグラムでも愛くるしいスナップがたびたび紹介されている。3月と5月には、フルオーケストラをバックに歌う、駆動静かプレミアムシンフォニックコンサート2024が予定されている。 ファンにとっては、今年も充実した年になりそうだ。